ビースロフホ、アレマンゴ、ワイズロックは、ドイツビュルテンベルク州北部ラインレッカー郡に属す都市。ハイデルベルクの南 13km に位置する。この都市は、バインハイム、ジンスハイム、ライメンに次ぐラインレッカー郡第4の都市であり、北にある、隣接都市のバルドルフと共にラインレッカー地域の中級中心を形成している。1973年1月1日以降、 ビースロッフホは大規模軍都市となった。ビースロッフホは隣接するディールハイムと行政共同体を形成する。ビースロッフホは、小ーデンバルトの南麓、一部は、ライン渓谷、一部は、暗い日が丘陵にかかる場所に位置する。ビースロッフホ市内には5本の川が流れている。ライムバフハ川、ガウアンゲルバフハ川、バルトアンゲルバフハ川、オクゼンバフハ川、マイスバフハ川である。 以下の市町村がビースロッホに隣接する。北から時計回りに、ヌスロッホ、ライメン、マウアー、メッケスハイム、ディールハイム、ラウエンベルク、ザンクトレオンロート、バルドルフである。ビースロッホ市は、中核市区と4つの周辺市区、アルトビースロッホ区、バイアータール区、フラウエンバイラー区、シャットハウゼン区からなる。この他に、ホーエンハルター方フ、カイテルベルク、 ホーゲルクザングといった固有の名前を持つ独立した居住区がある。市の総面積は3026.2ヘクタール。このうち中核市区とフラウエンバイラー区は合わせて1731.8ヘクタール。バイアータール区が725.2ヘクタール。シャットハウゼン区が569.2ヘクタールである。ビースロッホには237.1ヘクタールの森林地域がある。 この地区は、ビースロフホの東、ガウアンゲルバフ派川沿いに位置する。ここには、1990年代に開発された新しい住宅地があり、700戸以上が造成されている。バイアータールには、現在約5000人が暮らし、スーパーマーケット、多くの小売店、2軒の銀行、教会、養老院、基礎家庭、本家庭学校、法園ハルターホーフ沿いのゴルフ場があり、 様々な分野合わせて30ものサークルが活動している。その一方で、バイアータールの表看板は果樹栽培、特にリンゴの栽培である。50ヘクタールのまとまった果樹園はバーベン地方最大である。5つの果実農園から収穫された生産者自身が販売出荷する産品は地域を超えて高い評価を得ている。ビースラフホの月間平均気温は 1>, 1月が摂氏1.3度、7月が摂氏19.8度である。こうしたベルクシュトラーセに共通の極度に穏やかな気候はずっと昔からブドウ栽培に最適な条件であった。ビースロッホは隣接するバルドルフと共にハイデルベルク上級中心の海に位置するラインネッカー地域の中級中心となっている。ビースロッホ、バルドルフ中級中心地域には 領子の他にディールハイム、マルシュ、ミュールハウゼン、ラウエンベルク、ザンクトレオンロートといった市町村が含まれる。ビースロフホの起源はケルト時代に遡る。120年から260年までビースロフホの西にローマ街道の宿場町があり、日本のローマ街道がここで交わっていた。ビースロフホでは一世紀から鉛、銀、 シミソナイトの採掘が行われていたことが明らかにされている。ビースロッホは801年9月12日のロルシュ修道院への贈与証明書にウェシンロックとして文献上初めて記録されている。889年にアルネルフォーがビースロッホを訪れた記録が残されている。965年皇帝オッ婦一世によって市場開催の許可が与えられた。 この権利は、オットー3世、ハインリヒ4世によって確認されている。ビースロッホが、いかに重要視されていたかは、1071年頃には、すでにロマネスク様式のバシリカがあったことからも、伺われる。この建物の基礎壁は、現在、プロテスタントの市教会に保存されている。13世紀初めに、ビースロッホは、ライン級中白、後のプファルツ選定校の統治下に入った。 ビースロッホが初めて都市として記録されているのは1288年の旧中白ルートィヒ原核白の文書であるが、この権利が正確にいつ授与されたかは定かでない。市長や売石判事に関しては1290年以降に記録されている。1296年に皇帝アドルフがビースロッホを訪れた記録がある。30年戦争では、 1632年8月16日、グスタフ2世やドルフ率いるスウェーデン軍と皇帝軍との間でビースロフホの戦いが行われた。プファルツ継承戦争では、ビースロフホは1689年1月28日にメロック将軍のフランス軍の襲撃を受け、ほとんど全死が焼き払われ、破壊され尽くした。 カトリック教会セーラウレンティウス教会は1750年に完成した。1803年までビースロッホはプファルツ選定公領に属したが、その後帝国代表社会議主要決議に基づきバーデン公領となった。1806年には別クスアムとの所在地にもなっている。この年にカールフリードリヒはそれまでのバーデン編境博からバーデン大公の称号を獲得した。 ベルタベンツ記念碑と世界初のガソリンスタンドとなった薬局1888年、夫の車でマンハイムからプフォルツハイムへ向かっていたベルタベンツはビースロッホで燃料がなくなったことに気づいた。そこで彼女は私立薬局で燃料としてベンジンを購入した。この逸話に基づきビースロッホのマルクト広場の記念碑とこの広場に面した薬局に 世界初のガソリンスタンドを示す記念プレートが取り付けられている。1905年に病院、養護施設が開館した。これが現在の北部バーデン精神医学センターの原型である。1936年にベツイルクスアムとビースローホが廃止され、この都市はハイデルベルク軍に編入された。第二次世界大戦終結後、 1946年から1949年の間に2000人の難民やドイツ東部から追放された人々がビースロッフにやってきた。ビースロッフの鉱山は不採算性のため1954年に最終的に廃止された。軍の再編成に伴い、この都市は1973年1月1日に新しく創設されたラインネッカー軍の所属となった。また、 1970年代の市町村再編により人口が2万人のラインを超えた。これに基づき、ビースラッフォ市は大規模軍都市への昇格を申請した。この昇格はバーデンビュルテンベルク州政府により、1973年1月1日に発行した。ビースラッフの歩行者専用区域ビースラッフのメインストリートは1983年に歩行者。 専用道として整備された。ビースロフホは、はじめボルムス司教区に、後に、シュパイアー司教区に属した。1071年に、アイヒシュテット司教軍でカール2世は、現在のプロテスタント司教会を、ーラウレンテウスに剣道した。プファルツ選定工業全域がそうであるように、ビースロフホでも、宗教改革がなされた。1556年にまずルター派の信仰がもたらされ、 1560年に改革派の進行に転じた。ビースロフ法ではこの後プロテスタントが主流の都市となった。1803年に改革派のプファルツ選定校からルター派のバーデンに移されたことが両プロテスタント協会統合を考える契機となり、1821年にそれは実現した。牧師で教区委員のヨハンカールダーフィトパウル・ライモルトと宿液長。 ヨハンダー・フィトグライフの二人のビースロフ補住民が、この統合を主導した、バーデン総監督会議に出席している。カトリックのセーラウレンティウス教会宗教改革移動も、カトリックの信仰は残り、1701年から1725年までは、市教会の本陣を礼拝に共同使用していた。この後、世俗化されていた、修道院教会を獲得した。これが、 現在のカトリック教会聖ラウレンティウス教会である。ビースラフホのカトリック教会は、はじめシュパイアー司教区に属したが、1821年から1827年頃の、いずれかの時点で、新しく創設されたフライブルク大司教区に移った。司祭組織は、ハイデルベルク、ザンクトレオン、バイプシュタット主席司祭管区に属した。1929年に、 ザンクトリオン主席主催管区が廃止されると、ビースロッホ主席主催管区が創設され、1976年に現在の管区範囲が確定した。この他にイスラム教のモスクも設けられている。1824年から独立した自治体になっていたアルトビースロッホが、1908年にこの町に合併した。1937年に、 フラウエンバイラー地区が創設された。この名前は1293年から1294年に記録され1526年に放棄されたものの十分の一税区としては19世紀まで残っていた村の名前を取ったものである。1972年1月31日にはそれまで独立した自治体であったバイアータールとシャットハウゼンが合併した。 各時点における地域の人口を示す。推定値、国勢調査、あるいは各時点の統計局の記録に基づく。国勢調査、ビースロフホ市役所、ビースロフホ市の議会は35議席からなる。主張の肩書きは1973年1月1日以降、上級市長である。上級市長は8年ごとに直接選挙により選出される。 第二次世界大戦以降の市長を以下に列記する。図柄、左右に分割。向かって、左は黒地に赤い舌と赤い爪を持つ黄金の獅子。向かって、右は銀と青の斜め格子。獅子の色は青から白である。この紋章は13世紀の獅子の印象に由来する。獅子の紋章には、まず獅子だけが描かれ、15世紀の赤頃から、獅子型講師がこれに加えられた。 紋章は1898年に現在の形に公式に固定された。この紋章はプファルツ選定校の志士とビッテルスバッハ家の筆形講師を示し、この都市がプファルツ選定校領に属すことを象徴している。また、ハンガリーのジェールモション・ショプロン県ケ県ンケンとジェールとも友好関係を結んでいる。パラティンはビースロフホの文化センターである。 ビースロッフホの郷土博物館は地方史に関する展示を行っている。バスターズ1987年に地元の青少年センターで結成されたバスターズはこの街のムージーキックスポートの成功例で世界中で親しまれている。彼らの音楽はジャマイカ音楽であるスカに様々なカルチャーの影響を加味したものである。伝統音楽の分野でもビースロッフホには活動している。 グループがある。ファンファーレ行列のカープフォサスケファンフェレンズグデア、バインスタット・ビスローク、e ・ EV は古いドイツのファンファーレ音楽の愛好家グループである。自然バイオンの金管楽器と打楽器でファンファーレ用に編曲された古典音楽を演奏する。ワーグナーのタンホイザーに始まり、ドボルザークの新世界からチャイコフスキーのくるみ割人形までへ演奏する。 彼らのパフォーマンスは歴史的なコスチュームとプファルツ選定校の紋章を描いた2メートル2メートルの旗で完成する。教会音楽も活発で合唱、コンサート、オラトリオの演奏会が司教会で模様されている。1896年以降、スタートカペラビスローックはこの都市の文化生活になくてはならないものになっている。 市の催し物ごとに50人以上の演奏者たちが集まって演奏するほか、パラティンやジャーバースルーアで定期的に演奏を行っている。レパートリーには様々な分野が含まれ、伝統音楽、シンフォニックブラス、軽音楽やヒット曲まで演奏する。旧市役所ビースロッフォで最も古い建物である、フライホーフは30年戦争や近代の両体制を生き延びた建築である。 首都が残るビースロフ保城は、現在は、警察署として使われている。かつての市壁前には、DRNDL、サウアーミリッチハフ、遠筒系の住み塔などがある。このほか、市内中心部の見どころには、旧市役所、11世紀の壁の遺構が残る、プロテスタント市教会、セーラウレンティウス教会、ユダヤ人墓地などがある。ビースロフ保の私立役局は、 世界最初のガソリンスタンドであり、1888年にベルタベンツがマンハイムからプフォルツハイムへのドライブの途中で燃料としてベンジンを購入した店である。アルトビースロフォ地区はパンクラピウスレイハイド、シャットハウゼン地区はシャットハウゼンの水場で知られる。校舎は個人邸である。さらにバイアウタール地区とシャットハウゼン地区の間にはホーエンハルター豊富がある。 この他に、アルトビースローク地区には、バイアータール通り沿いに、デヒナーシェミューレがある。この建物は、個人所有であり、あらかじめ電話で予約すれば見学することができる。フェルドバン、インダストリミューズムビスロークの機関庫と、電磁用スペースでアファーインフェルドバン、インダストリミューズムビスローク EV は、2001年に、 結成され、歴史的に価値の高い軌道幅6 0 0、mm、トルの、軽便鉄道及び、鉱山の構内軌道の鉄道列車を収集し、出来得る限り運転可能な形で後世に残すことを、目標としている。この協会の所在地は、かつてトンワレン・アンドストリ・ビスローク・エージーが、所有していた軽便鉄道機関庫である。文化財保護されている、この蒸気機関車用フード付きの機関庫は、 1905年の建造当時のまま保存されており、これ自体が南ドイツにおける産業史の比類のない証となっている。博物館はドイツ鉄道及び S バーンのビースロフホ、バルドルフ駅から10分の距離の交通の便が良いブドウ畑の中にある。自動車であれば、連邦道 B3 号線のビースロフホ、西インターからリーウェイフリシャラガーの標識に従って走れば到着する。 州の市が開催されるアデナウアー広場毎年8月末から9月初めにビースロフホではプファルツ選定校のワイン業者祭が10日間にわたって開催されるこの祭りは1935年から行われている9月最初の土曜日にはビースロフホの旧市街で街道祭ワインと市場が開催されるこれには カープフォッシャファンフェレンズグデアバインスタッドビスロック EV がずっと伴奏をする。この祭りではスタジアムでの花火とともにファンファーレ行列の伝統的な音が響き渡る。この他の催しには以下のものがある。印刷機械製造、生鮮食料品、センター、精神疾患治療病院、金融業が経済活動の主な業種である。この他に、 ビースロッフにはワイン醸造共同組合の大きなワイン貯蔵庫、ウィンシュカラーがある。道路交通、ビースロッフはアウトバーン A6 号線に面し、A5 号線の近くに位置する。このアウトバーンにより、欧州自動車道時 E35 号線、e 6 5号線につながっていることになる。さらにこの町は、連邦道 B3 号線及び B39 号線に面している。 ハイデルベルクまでは約1 5トル、マンハイムまでは約3 0トルである。公共交通機関ビースロッホ、バルドルフ駅ビースロッホには多くの公共旅客交通機関がある。ビースロッホの地域の西端にあるビースロッホ、バルドルフ駅は鉄道ハイデルベルクカールスルーエ線およびハイデルベルクシュトットガルト線の駅である。この駅にはインターシティの列車や 近距離列車が停車する。この駅は、その他にラインネッカー S バーンモーにも組み込まれており、S3 よび S4 路線が30分ごとに、ハイデルベルク、マンハイム方面およびブルフザール、カールスルーエ方面に運行している。市内部の接続は、隣接するバルドルフが運営する、シバス網が便利である。このシバス網は市内および、近隣市町村23系統の路線を、 運行している。市内や隣接する市町村への近距離交通はラインネッカ交通連盟に加盟している。1901年から1980年まではこれらに加えてビースロッホ・メッケズハイム・バルト・アンゲルロッホ線という鉄道が運行されていた。この街での出来事はハイデルベルクに本社を置くラインネッカー・サイトゥングに掲載される。 この新聞にはビースロッホ及びバルドルフ向けのローカル版もある。この他に木曜ごとに発刊されるウィーオーにもビースロッフ市内での事件が掲載される。ザンクトレオンロートのニュースバームメジエンが刊行しているビスロッカー防波はサークル、教会、政党やその他の機関がビースロッフでの活動を報告する媒体となっている。ビースロッフ国裁判所ビースロッフには ハイデルベルク地方裁判所の会期間である、区裁判所とラインネッカー軍役場の支局がある。また、北部バーデン精神医学センターもある。ビースロッフには、ギムナジウムが1校と、実業学校が1校、養護学校が1校のほか、本家庭、基礎家庭の学校がある。また、ビースロッフには、ラインネッカー軍が運営する以下の職業、訓練学校がある。さらに、 三つの私立学校がある。市民大学の定時制、ギムナジウム、南ベルクシュトラーセ市民大学の定時制、実業学校、精神障害者のためのトムムッタースシューレである。パークシュトラーセ沿いのスタジアムは、400メートルのトラック、陸上競技のフィールド、7500の観客スタンドを持つ競技場である。3500人の会員を要する TSG、ビスロックは、 バーデン北部で最大のクラブである。800人の会員を要する SPVGG、バイハートルはビースロッホで最大のサッカークラブである。ハイデルベルククライスリーガでプレーしている。これに加えて2000年にトルコ人住民がサッカークラブ 1FC ビスロークを結成した。やはりハイデルベルククライスリーガでプレーしている。これらの文献は 翻訳元のドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際して直接参照してはおりません。ありがとうございます。